小さな美容室を経営して8年が経過します。売上は順調なのですが、スタッフが集まりません。求人で重要なのは給料でしょうか、それとも休みでしょうか、ということで、これはですね、実は、まあ、ちょっとこの経営者さんのですね、年齢がちょっとよくわからないんですけれども、大きく分けるとというか、そうですね、まず、男性と女性によってですね、欲しがっている情報、環境が違いますので、それをまず把握することです。実はですね、男性はですね、待遇、多少の待遇の悪さには耐えれるんですけれども、給料の安さっていうものに耐えれない、です。これ実際美容師さん相手にですね、インタビューというか、まあ、リサーチ、アンケートリサーチをして出た結果に基づいてなんですけども、男性は給料、とにかく給料と、まあ、将来性っていうところですね、に、欲求があります。まあやはり、日本はまだまだ男性が働くというような文化がですね、根付いてるところ、まあ、社会性の中で根付いてますので、まあ、男性はやっぱり生涯にわたって働く仕事って考えたときに、やっぱり将来性と給料、ここがまあ非常に重要に、なってくる要素になります。なので男性のスタッフさんを雇いたい場合っていうのはですね、もうやっぱり第一に給料、第二に将来性、そういったことを十分考慮に入れた求人の内容にしてあげてください。そしてまあ女性の場合なんですけれども、実は女性はですね、アンケート結果でいくと1位はですね、労働環境なんですね。まあ、どういった労働条件なのか、何時から何時まで働くのか、残業はないのかとか、そういったことを非常に気にしています。そして第2に人間関係ですね、職場での人間関係ということで、で第3に、収入なんですね。なので女性と男性で全然違ってて、男性のスタイリストさん雇いたければ、もうとにかく収入と将来性、女性のスタイリストさん雇いたい場合っていうのはですね、とにかく環境ですね、いかに、働きやすい環境で働けるのか、無理をさせられないのかっていうことが非常に重要になっていきます。これはですね、やはり女性の場合ですね、出産っていうこともあって、出産するときに、まあ、どうしても長期休暇いただかないといけないということ、例えば20代前半の方を雇いたい場合は、長期休暇を取れると、もう出産休暇がそもそも取れて、また仕事、職場復帰できますっていうような条件をつけておくと、まあ、ある程度集めやすいです。そしてまあ30歳以上も出産後の方のターゲットにするとですね、やはりもう出産後っていうのは非常に、重労働です。子育てっていうのは簡単な仕事では、ないですし、大変になります。ですので、まあ理想はですね、保育園、お子さんを保育園に送って、そしてまあ3時4時に美容室の仕事が、まあ、あと送ってから美容室に仕事に入ってですね、そしてお仕事をして、まあ、3時4時で仕事が終わり、家に、帰る前にお子さんを迎えに行って、そして、まあ、家のことをして、まあ、旦那さんを迎えると、まあ、そういった生活が、まあ、無理なくできる環境を整えてあげると非常に、女性にとっては魅力的な職場になりますので、私が求人を出すときはそこの2点ですね。で特に私は男性の求人をですね、雇わない、まあ、女性中心の女性が生涯にわたって働ける職場を提供するという、まあ、理念に基づいて美容室展開していってますので、まあ、女性を中心として求人していくので、特にまあ環境ということですね、まあ、子育て、出産というものを中心とした環境づくり、そういったことを考えて、求人を出してみると集まりやすいです。まあ、ぜひ、やってみてください。